こんにちは、どうも。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は、今までの航空、それから道路に続いて、観光についてお聞きしたいと思います。はい。歴史というほどでもないけど、12年前ですね、観光庁が国交省の中にできて、で、政府全体として力を入れるという方針がだいぶ見え、それからあと、インバウンドブームになりですね、だいぶ、海外からのお客様増えたと思うんですが、そのあたりも踏まえて、前原さん、特にこの15年ほどのですね、展開どう見ておられるか、お願いします。はい。観光というのは、いろんな意味で思い入れがございまして、一つは私が京都の出身になるということと、もう一つは、大学を出ましてから、松下政経塾というところで勉強させていただいて、はい、で、その松下政経塾を作られた松下幸之助さんが、観光立国という、ことで、観光を日本の産業の一つの柱にすべきだということを、1950年代からおっしゃっておられまして、その二つの意味でもかなり、思い入れがございました。同時に、やはり財政を伴わない経済成長というものを考えたときに、今までお話をしてきた、作るから使うへという、今まで作ったものを使うということと同時に、やはり日本の人口減ってきますので、そう言ってもやはり国内観光がまだ 85% から9割近くが、国内観光ですので、コロナ前は。そういう意味では、インバウンドっていうのはまだまだ、今でも、コロナ前でもそれほど大きくはないんですけども、やっぱ人口が日本は減っていくということの中で、インバウンドというものが、極めてこれから日本にとっては大事になってくるという思いで、ここ大事になった時には、取り組もうという決意でおりました。はい。で、何をしたかと言いますと、まずですね、私が国交大臣になった時のインバウンド数というのは600万人ちょっとだったんですね。で、あまりいなくて、それで、なんでこんなに少ないのかということを考えた時に、一番驚いたのは中国だったんです。100万人来てなかったんですね。で、なんで100万人も来てないんだと。ということで調べてみると、団体旅行しかダメとかですね。それから、あとは、所得制限があるとか、それから、日本向けのビザを発行しているのが、あの広大な中国で3カ所だとか、様々な、制約要因というのが、分かってきまして、そしてまず日本でやれることについて取り組もうということでやったのが、ビザ発行要件の緩和。で、一つは、個人旅行も OK と。そして、二つ目は、所得制限の緩和。あまり、おっぴらに言うと、中国が怒ってくるかもしれませんが、当時は特に中国っていうのは、表の給与と、裏の給与と、特に公務員なんかは、そういう、ものが、一種のダブルインカムがあって、その、いわゆる所得制限、ある所得一定以上の所得の人しか来れないと言っても、本来ならお金はできたいんだけども、表の所得の制限でいけないと。こういう人たちもいるので、団体旅行から個人旅行、そして所得要件の緩和。こういうことをやったということと、あとこれは、外務省と連携をしてですね、3カ所しか発行していなかったところを7カ所に、日本の向けのビザを発行するということをやりました。それから中国の旅遊局と相談をして、日本向けの旅行を預かう中国の会社がなかったんですね。で、これについて相談をして、そして、入札をしてくれて、いくつか決めると、いうことをやって、くれました。そういったやっぱビザの緩和というものが一つ大きかったのと、あと、国交省の中では不評だったんですけども、観光庁長官を変えたんですね。
水畑さんという今の大阪観光局長、彼を、まあ、引っ張ってきて、そして、まあ、彼の、まあ、独自のネットワーク、そして感性、そして、まあ、サッカーチームのですね、九州のサッカーチームの社長をされていたので、うん、まあ、そういった経営感覚、まあ、こういったものを生かしていただこうということで、水畑さんを観光庁長官にしてもらいました。はい。二代目になるんですかね。そうですね。本舗さんの後ということで二代目になるわけでありますけれども、うん、はい、まあ彼がですね、ジャニーズ事務所と、うん、まあ関係があるというか、知り合いで、うん、で、嵐という今でも今年いっぱいで活動を休止されるということですけども、はい、まあ大晦日にライブを無観客でされるみたいですけども、嵐というグループが、アジアで人気なんですね。はい、だったんです。まあ今でもそうですけども。うん、それで、水畑長官が、ジャニーズ事務所に話をしてくれて、うん、ボランティアで、嵐が、中国、韓国、台湾、香港の、まあ、観光大使のようなものを引き受けてくれて、うん、そして、それぞれの言語でプロモーションビデオを作って、うん、そしてそれを、まあ、各国、各地域に流すと、まあ、いうことを、やってくれたり、うん、まあ、様々なことを、まず中国、それから、韓国、うん、それから台湾、香港、近いところから来てもらおうと、うん、まあ、いうことをやって、4カ国地域の徹底というものを、うん、まあ、やり始めて、それがまあ、後に構想したと。おそらくその4地域、国からは、うん、コロナ前は7割以上来ていたんではないかと思いますが、うん、やっぱりそこが大きかったんではないかと思います、ね。なるほど。はい、まあ、大臣になられる1年前に観光庁がまあ一応できてたんですけども、はい、そのできる前からのこう政策っていうものについてはどういうふうに評価されてますか。まあ正直言ってあまり評価をしてなかったということです、うん、まあ、役所は作ったけど、はい、あんまり変わってなかった。そうですね、うん、まあなんとか作って、うん、魂入れずみたいなもので、そういう感じ、うん、まあ失礼ながらですね、うん、まあ、そういった感覚を私は持ちましたし、うんうん、もっとここはドラスティックに、うん、ビジネスライフにやらなきゃいけないところじゃないかと、うん、なるほど、まあ、こういう思いを、うん、持ちました、うん、日本航空の再生でも頑張ってくださった辻元副大臣が観光も担当してくれて、はい、例えば外務省と掛け合ってビザの緩和については相当、努力をしてもらいましたし、はい、まあ、彼女の力も非常に大きかったなというふうには思いますね。うん、地方の側のリスポンスっていうのはどうでしょう。まあ、今はみんなインバウンドを大変、頼りにして、クルーズ船もまあ誘致しようというような動きになってますけど、はいはい、最初の頃はどうだったでしょう。まあ、非常に、ですから100万人来てませんでしたので、うん、まあ、非常にその、どういうのか、リアクションが薄いというですかね。うん、まず中国、韓国、台湾、香港ですよ、うん。まあ、韓国は一定程度来てましたけども、はい、とにかく台湾、香港、中国というのはこれ中国の3地域ですから、うん、とにかく中国人を呼ぼうと、うん、まあ、いうことをやって、で、中国の大陸だけだったらリスクもあるので、うん、まあ、台湾や香港だったら親日的だし、うんうん、まあ、そういう意味では、まあ、中国をメインに、やっていこうということで、うん、我々は取り組もうとしたんですけども、はい、例えば、ホテル、旅館、こういったところでのですね、うん、まあ、要は、衛星放送がないと、まず。うんうん、それから、衛星放送があっても中国語の放送が流れてない。おう。それから、今は中国はキャッシュレスが進んで、いわゆるキャッシュレス決済が、うん、思いになってますけども、うん、あの頃っていうのは銀聯カードというカードが、はい、まあ、メインだったんですけども、うん、まあ、銀聯カードを扱う、うん、まあ、お土産物屋さんとか、うん、ホテル旅館がないと、うん、まあ、いうことで、
まあ、徹底して中国シフトというものをしてもらうために、うん、中国語放送の、をやってもらう。これは、うん、観光協会とかにお願いをしてですね。はい。あるいは旅館、ホテル業界にお願いをして、うん、そういった客室では、うん、中国語が聞ける、うん、ハングル語の放送が聞けるようにしてください。うん、そして、ハングル語、中国語、広東語、こういったものも、案内に入れてください。うん、そして、銀聯カードを使えるようにしてください。まあ、こういったことをお願いをして、まあ、受け入れ体制を徹底してもらうということをやらせていただきました。で、まあ、だんだん目覚める地域が出てきたっていうことですか？これはですね、うん、極めて、クイックレスポンスで、うん、業界団体は、うん、対応していただいたと。ああ、そうですか。思います、うんうん。そして、やっぱり中国からが増え出したっていうことは大きかったんですけども、うん、ただ、まあ、尖閣の問題もその後に起きてですね。うん、そうですね、うん。やっぱり、まあ、その頃から、その尖閣の前から、カントリーリスク、うん、つまりは、一角に集中することのリスクというものも我々は認識をしましたので、うんうん、まずはその4カ国、とにかく中国だけではなくて、うん、繰り返しになりますけども、台湾、それから香港、それから、韓国、あるいはマカオ、まあ、こういったところをまず徹底的に、その嵐のプロモーションビデオも徹底的に流しですね。うん、それから、まあ、今日ちょっとバッチしてきてないんですけども、バッジがようこそジャパンっていうああ、なってましたね。はい。うん、で、ようこそって、外国人にはわかりませんよね。それで、そのようこそジャパンのバッジはようわからんと、うん、いうことで、水畑長官に、うん、観光庁長官にお願いして、うん、で、公募をかけて、うん、で、エンドレスジャパン、エンドレスディスカバリー、うん、ですから、ジャパンエンドレスディスカバリー。うん、桜の、マークで、うん、まあ、今、いろんなところで見受けられますけども、はい、そういった、まあ、PR というか、うん、まあ、こういったものもしっかりやっていこうということは、やらせていただきましたし、うん、あとは、前回述べさせていただいたように、まあ、ひょうたんから駒のようなところもあったんですけども、オープンスカイ、というものが、はい、まあ、中国との間でも、うん、日本の空港結ばれ、台湾もそうですし、うん、そして、あとはクルーズ船ですね、うん。港の選択と集中ということをやる中で、うん、クルーズ船の受け入れの港も決めていって、うん、そして、それを整備すると。うん、まあ、これは選択をしたのは私なんですけども、まあ、私が、国交大臣去った後に、そういったものが整備されていく中で、うん、まあ、大型のクルーズ船が泊まれるように停泊できるようになる。はい。まあ、そうすると、数千人ドッと来るわけですね。うん、まあ、こんな環境を整えるということで、うん、まあ、いわゆる、ビザの緩和、うん、受け入れ体制の整備、うん、そして PR、うん、そして、インフラの、うん、整備。インフラも、先ほど申し上げたように、新たに作るんではなくて、うん選択と集中、うん。作るから使うと、うんまあ、いうことの中で、まあ、やらせていただいたし。うん、あとはやっぱり、羽田の国際化と、関空伊丹の統合の中で、うん、関空の着陸量が下がり、うん、そしてまた LCC というものを活用するということの中で、複合的な要因というものが、やはり、述べるきっかけになった、うんうん。ただ、まあ、我々は頬を張りましたけども、まあ、私がいる、一年ぐらいでは、そんなにすぐは伸びませんでした。うん、まあ、けれども、やっぱりアベノミクスという、その異次元の金融緩和で、急激に円安が進みましたよね。うん、はい。これがやはり、頬を張ってたところに風が、強い風が吹いて、うん、そして、まあ、あれよあれよという間に伸びていく、うん、要因になったことは間違いない、ね。うん。やっぱり円安っていうのは大きかったと思います。うん。まあ空港戦略も同じですけど、前原さんの頃に大きくこう、舵を切って転換されて、その後、まあ、安倍さん、菅さんが、特にこの空港とか観光の部分については、まあ、引き続き伸ばしたっていう感じですかね。まあ、もっと言えば、うん、小泉さんの時に、
観光立国ということを決められて、はい、まあ、観光に力を入れようと、うん、まあ、その流れの中では先ほど先生がおっしゃったように、うん、観光庁もできるわけでありますが、うん、じゃあ何か、観光立国をやるということは決まっていたけども、うん、何か目新しいことがあったのかというと、うんうん、私から見て、うん、まあ、役所作ったぐらいかなと、うん、いうことだったので、うん、まあ、せっかく作ったんだったら、うん、具体的な政策をしていこうと、うん、まあ、いうことで、まあ、これも私のアイデアというよりは、国土交通省の中に成長戦略会議というものを、うん、はい、を作って、うん、やはり、その、星野リゾートの星野さんとかに入っていただいて、まあ、彼らのやはりアドバイス、うん、あるいは平田織田さんというですね、はい、劇作家がおられますけれども、ああいったその文化面での、うん、視点を持った方々のアドバイス、うん、まあ、こういったものの中で、ソフト、ハードを含めて、うん、いろんなアイデアをいただいて、はい、まあ、それを実行する、将棋決定の中で実行できるようにしたことは、うん、まあ、これは意味があったことではないかと思いますね。うん、なるほど。はい、どうもありがとうございました。